さて、じゃあ次行きますか。そうですね、次の曲は何でしたっけ。何でしたっけあれですよね、蝶々の。そうです、蝶々ですね。蝶々のあれですね。失礼しました。次は、ちょっとしっとりした曲でね、失恋の曲になります。小紫です、聴いてください。やばいね、喪失感が流行った。
なんですか何ですか何ですか、そこの可愛いコリラックマン、イケメンのイケメンのコリラックマン、何ですか何ですか、急に後ろ下がんないでくださいよ、うん、どうしたの出てよ、そう、なんかちょっと不安になったじゃないですか今一瞬いないからさっとね、さっと行くんで、まあ、うちの売りみたいなもんなんだねもういつでもお持ち帰りどうぞそうだね、はい、なんかそう、なんかごめんなさい、なんかすごい喪失感がこの曲やった後ね、ちょっとはぁってなるよね、ちょっとね、なんかモチベーション高めるよね、続きますよ、そうそうそう、次ね、ポジティブな歌なのにね、そうですね、そう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 、次はポジティブな感じですね、そう、じゃあ次行きましょうか。